感染が確認されたのは未就学児から90歳以上までの100人です。前の週の同じ曜日を7人下回っています。新たなクラスターは発表されていません。県内の感染者の累計は10万7,414人になりました。62人が入院中で重症はおらず、中等症は昨日と変わらず14人です。 四国の新規感染者は、愛媛が三百人、香川が九十一人、徳島が百二人です。